はい、こんにちは、物流名古屋人です。今回ね、スマートウォッチです。ファーウェイの最新作、ファーウェイウォッチ GT4 をファーウェイさんからねレビューに提供いただきましたので紹介していきます。もうスマートウォッチのね進化と発売のスピードすごいですよね。ファーウェイ、シャオミ、そしてアマズフィットと、まあ、この辺りがね三強といったところでしょうか。どんどんとねこのようなスマートウォッチ、またねスマートバンドと呼ばれるウェアラブルデバイス発売されまして、機能も進化しています。今回のこのファーウェイウォッチ GT4 はね、最初に言っておきますけれども、これはね買いのスマートウォッチですね。まず価格帯としましては約3万円です。非常にねこの機能性を考えればコスパ高いんじゃないかなと思います。また機能性だけじゃなくてね、今回このファーウェイウォッチ GT4 はデザインも優れているということで、デザイン性と機能性を両立させている素晴らしい一本に仕上がっているなと、しばらく使ってみて感じました。では詳細内容見ていきましょう。パッケージ結構コンパクトでね、おしゃれなパッケージと、本体と、あと説明書とね、会員説明書です。充電はこのねファーウェイのウォッチシリーズはワイヤレス充電になってますのでね、この上に置くだけというね非常にお手軽な充電方式になっています。こちら今回ご紹介するカラーです。グリーン、グレー、ブラウン、ブラックとね4色展開されていまして、今回はこちらブラウンですね。ブラウンはブラウンレザーストラップというレザーストラップのモデルです。正面から見ますとこんな感じで、とてもねかっこいいデザインですね。このようにケースはステンレススチールです。このようなスマートウォッチは結構樹脂でできたものとかね多いんですけれども、このステンレススチールで、高級腕時計とね変わらないようなこのような外装をしています。とてもね綺麗ですよね。そして今回ブラウンレザーバンドということで、このように今ね、1週間ぐらいかな、使っています。ずっとつけてますけれども、バンド特にね傷むこともなく、汗とかかくんですけれども、変なシミとかもねなく、バンドの品質もね非常にいいなと感じました。このような感じ、ブラウンのモデルはこんな感じのレザーバンドですので、ビジネスにも合いますね。結構スポーツしたものだとね、まあ、フォーマルというかビジネスの打ち合わせの場とかはねちょっと浮いてしまうようなね時計も多いんですけれども、このねウォッチ GT4 はスポーティーなねブラックのモデルから、このようなブラウンのねある程度落ち着いた、そしてビジネスでも使えるようなねデザインが揃っているのがいいですね。ただ唯一要望があるとすると、この純正の交換バンドを出してほしいというのがねお願いとなります。まだ見たところね、なんかピンクとかすごいね明るいカラーしかね出てないように見えましたので、このね40これ 6mm モデルなんですけれども、このモデルの例えば、エラストマー素材のねスポーツにも使えるバンドであったり、あとはナイロンバンドといったものをね出してほしいなと思います。と言いますのも、こちらもちろんね心拍モニターセンサー搭載してますので、普段の健康の管理という点もあるんですけれども、運動ですね、もちろんアクティビティ、スポーツ系の機能も備わっています。ランニングとかウォーキングとかね、こういったところに使うときにこのレザーバンドだとね汗をかきますよね。なのでできるだけねこのレザーバンドの時は、運動系はねしたくないなと思っていまして、でこちら簡単にこのようにねバンドは交換できるような仕組みになっているんです。なので運動するときはエラストマー素材のバンドとかナイロンのバンドに交換して運動してね汗をかいて、そしてビジネスの時はこういったレザーバンドに付け替えてということで、これ一つでね両方完結させたいんですよ。なので純正交換バンドをもっとね充実していただけると、ビジネスでもスポーツでもこれ1本で OK というね万能スマートウォッチになるんじゃないかなと思います。でこのファーウェイウォッチ GT4 ですけれども、基本的な機能はこれまでのファーウェイのスマートウォッチを踏襲しているんですけれども、このモデルだけの機能としまして特徴なのがね、ゴルフナビという機能がついているんですよね。私はねゴルフしませんので実際どうかというのをね使って試しはできないんですけれども、ちょっと簡単に見ていきましょう。アプリでこのようにゴルフというねカテゴリーが運動の中にできてまして、このように全国のゴルフ場のコースがあらかじめ登録されています。名古屋ですとこんな感じ、世界順に並んでくれています。かなりね小さいゴルフクラブも登録されているようなので、主要なとこはね全て網羅されているんじゃないかなと思います。
そして行くコースをダウンロードします。愛知カントリークラブと名古屋ゴルフクラブ和合コースと三好カントリークラブ、こんなところをダウンロードしました。そうしますとダウンロード済みに入りまして、ウォッチとも同期されます。コースを押しますとこのようにコースのねマップが出てきます。こちら名古屋ゴルフクラブの和合コースですけれども、18ホール、パー70ということで、こんな感じでね、私ほぼ分かりませんけれども、コースがねしっかり登録されていまして、このように、グリーンとかねフェアウェイとか見ることができます。これをスマートウォッチで自分の位置と、あと、指定した位置の距離を測ったりですね、あとスコアを登録して分析したり、練習の時にはドライビングレンジといって、スイングをね数値的に分析したりと、そのようなね、ことを行ってくれるという機能になります。スマートウォッチ側も見てみましょう。スマートウォッチでもこのようにゴルフというのが出てきまして、この2つがあります。コースモードというものですと、ダウンロードしたね、はい、今のコースがこのように出てきますので、和合ゴルフクラブということで、で今ゴルフ場にいるわけではありませんので、どこまで出るか分かりませんけれども、アウトインインアウト、はい、このように位置を特定中、まあねいいでしょう。スコアカードを表示、このようにスコアね合計パッドペナルティティーオフ、右に寄りすぎ命中しましたとかいうのを登録することができるようですね。そしてこちらです。今ね GPS ないのでどこまでできるんだろうな、はい、ここの位置にはいないのでわからないと思いますけれども、こうですね、はい、グリーンヤード、おー、このようにくるくる回すと、はい、今ティーショットなのかなとすると、ここの位置ですよみたいなのが出てきますね、距離。こちらがスコアカードのね機能になりまして、ティーオフ命中とかこう登録していくとね、いちいちスマホとかで登録しなくてもスコアが登録できるというものですね。こちら18ホールまでありますし、今そして上を押しますとこちらホール切り替えができます。18ホールまでね、今パー4を押しまして、この AB っていうのはわからないな、これグリーンが2つあるんですかね、このようになんか切り替わりますね。そしてリューズ回しますとこのように別の画面に行きまして、距離測定です。グリーンまでのヤードが表示されていまして、今ティーショットかな。そしてここを押しますと、はい、このような感じで、これ多分今の位置だと思います。今の位置からホールまでの距離、あとこのように今タップしましたけれども、そうしますとこのねタップしたとこまでの距離も測定してくれます。はい、なので、まあ、いきなりねグリーンオンなことはないと思いますので、ここでね、はい、このぐらいとか、これ拡大してみることできますので、こんな感じで、はい、ここにしましょうとか、こういう感じでね設定できます。はい、グリーンの拡大とか、今ちょっと GPS がね効いてないのでここまでですけれども、こんな感じで面白いですね、スコアだったり距離測定することができます。そして終わりますとスコアカード表示できたり、あとは細かいね情報ですね、こんな感じでよく分かりませんけれども、パーオン率とかね、いろいろと数値的に分析することもできます。イーグルバーディー、パーボギー、ダブルボギーの割合とかね、なので普段のランニングとかだけじゃなくてね、こういったね、分析もすることできますし、ゴルフ中の心拍数とかもね計測してくれているようですね。これはね本当ハマる方にはねハマるんじゃないかなと思います。あとドライビングレンジといって、スイングですね、はい、するとでも、あ、このようにね握り方からですねスイングとか、このあたりのチュートリアルというかねデモしてくれるというのもありますね。今素振りしてみました、よくわかりませんけれども、あのスイングテモ 2.5、こんな感じで表示がされます。バックスイング、はい、これをね見て、まあ、わかる方でしたら改善とかねできるんでしょうね。はい、このようなドライビングレンジという機能もあります。ではメインの機能をご紹介したところで、本体外観に戻りまして、このようなデザインになっています。まずベゼルですけれども、独特ですね、八角形のデザインをしています。こう角張りすぎずに、ね、ちょっと適度の丸みを帯びた感じの、このような、非常に質感高いデザインになっています。でこちらブラウンモデルですけれども、グリーンモデルがねなかなかおしゃれなんですよね。
でよくあるのはバンドだけ違うのでねカラーラインナップ出しているんですけれども、今回この WatchGT4 はねこのベゼルの今黒い部分、ここまでね仕様が異なるようですね。グリーンのモデルですとここもねグリーンになったりということで、バンドと一体感が出ておしゃれなデザインになっています。このような感じです。特にね傷ついたら結構ガンガンねずっとつけて出張とかも行きましたけれども、このような感じで綺麗ですね。つけていてねこれまでなかったこう時計の所有感とかそういったものも感じられるねスマートウォッチになっています。で今こちら常時表示ディスプレイオンにしましたので、このように暗いモードに切り替わりました。手前向けますとこのように通常のフルカラーのねディスプレイに切り替わります。手前向けますとこのようにね画面切り替わりまして、今私はセンサーのログとかこの常時表示も全部オンの状態で使ってますけれども、バッテリー持ちもね非常にいいですね。でこちら画面に関しましては大画面です。とても見やすいね 1.43 インチのアモ LED ディスプレイ搭載しています。かなりね細かくて 460×466 の画面、 326ppi ということで非常に精細な画面になっていますし、このタッチパネルのねレスポンスもとても良いです。本当にこの辺りがね全くストレスなく本当サクサクです。スマホ並み、よくねもたつくようなスマートウォッチがあるんですけれども、まあ、イライラしますよね。そんなねストレスは全くなくぬるぬるサクサクの操作感になっています。ベルトはこのように穴が開いていてステッチが入っていまして、こちらも高級感ありますね。一回つけるとシワシワになってしまうベルトもある中で、こちらずっとつけてますけどこのようにね非常に綺麗に保たれているベルトになってますし、このバックルの部分もファーウェイとロゴありまして非常に綺麗ですね。このような感じです。ベルトは簡単にクイックリリースということでこのレバーがありますので、このようにすぐ取ることができますので、この利点を生かしてねいろんな純正バンドに交換したいなというね欲がね出てきますね。まあ、先ほどお伝えしましたようにこちらはね、まあ、どっちかというと運動というよりは普段使うバンドになりますので、ビジネスとかにねスポーツするときにもう少し違うバンドを使いたいなと思います。後ろこのようなセンサー類は A ガラス、曲面のガラスのセンサーになってまして、しっかりと心拍捉えてくれます。このセンサーですねすごいです。この本体にね加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気センサー、光学式心拍センサー、気圧センサー、温度センサーのね6つのセンサーがね搭載されています。さらに5種類の測位衛星に対応してまして、位置精度も抜群にいいです。しかも従来モデルからね 30% もね位置精度が向上したようで、また走るたびに精度も向上するという、なんか学習してるんですかね、もうセンサー系の機能も来るとこまで来たなというようなね機能になっています。このようにサイズは 46mm とね結構大きいです。男性がね装着してもかなり存在感のある本体になっていまして、厚みがね結構薄いです。ただこちら 10.9 ミリということで 11 ミリを、切る薄さです。これがまたね装着感の良さにねつながっていますね。そして、このようにループは2つ通すタイプです。しなやかなバンドでねフィット感も良いです。こんな感じです。はい、私腕そんなに太くはないんですけれども、このようにいいですね。46ミリの本体です。このような感じ、純粋な丸型ではなくこのように少しねこう八角形というね形をしたのがまたね洒落てますよね。サイドはこのようにサイドボタンとリューズ、この2つになっています。めちゃくちゃ軽いです。 48g というね、軽さですので、機械式時計のようにずっしりとした重厚感はなくね軽快に使えるというのもね疲れなくていい点ではないでしょうか。防水性は5気圧防水ということで、まあ、普段の雨とかねアクティビティ問題ありません。水泳とかねそういったのにはね向きませんので注意してください。では機能面ですけれども、このように常時表示ディスプレイから復帰しまして、ここ長押しでね
デザイン変更することができます。なんと2万5000円以上のデザインがねスマホからダウンロードできて使うことができます。今いくつか落としてきたものも含めてね、はい、このようなアナログタイプのディスプレイからねデジタルタイプから様々あります。ここで編集することもできまして、なんと色も変えられます。これ緑にすると緑です。ここまでねこの本体側でもデザインのねカスタマイズできますし、この丸いところをね何にしますかっていうのも選べます。今歩数とかにしてますけれども、これをね心拍数にするとかもできますので、はい、こうすると心拍数と今21度温度このような感じで表示をね変えることもできます。また運動系のね表示にしたい場合は、このようなねものにできますし、私が結構気に入っているのはこの表示です。こちらですね、バッテリーと温度と日付と、あと下に歩数です。これ時系列ごとにどれだけ歩いたかっていう歩数を表示してくれますので、今日全然歩いてないですね、3557歩ということで、はい、今こちら常時表示になりましたけれども、これだけでなく非常に多くのディスプレイありますので、好みのもの見つかるのではないでしょうか。画面も大きく見やすいです。ではもう日付変わってしまいそうですけれども、このように上からスワイプで設定です。はい、このようにロックしたりね、水分出す、音鳴らしたり、画面の点灯すると常時点灯、アラーム、スマホ検索、日本語がね、表記されて、併記されていて分かりやすいですね。懐中電灯モードにすると、はい、明るくなりますのでね、夜、こうね、物探すときにも便利ですね。しかも色とかね、パターンとかも変えることができます。あ、戻っちゃいましたね。12時に。これ、リセットされちゃうとね、いろいろと表示するときに何も表示されないので、不便なので、12時までに終わらせたかったんですけれども、ちょっとこのまま行きたいと思います。下からスワイプで通知です。基本的なね、SNS 系、インスタとか X とか、あと LINE とか、そのあたりはね、オンにしてますので、こんな感じで通知が来ますね。はい、いいねしてくれました、みたいなの来てますけれども、着信とかね通知含めて特に大きなね遅延はなく来ているかなと思います。そして左からスワイプするとスマートアシストということで、このように天気出ています。こちらも画面が大きいのでね、このように、時間ごとだったり日付ごと、明日は晴れで32度、暑いかということで、このようにね週間の天気だったり日の出日の入りとかお月様の様子、潮の満ち引きね、このあたり見ることできますので、このね天気系もかなり便利なんじゃないかなと思います。あとスマホのね音楽コントロールも可能になっています。これループはしてませんので、さらに左からスワイプしても特にね何も行くことできません。で逆側はこれ運動系ですね。これちょっとゼロになっちゃいました。ムーブエクササイズ、このあたり歩数とかねワークアウトの記録とかを見ることができます。さらにスワイプすることでサマリーですね。こちらこのように、まあ、今ね全部ゼロになりましたけれども、温度とかこちら睡眠時間とかですね、あとストレスとかこのあたり表記することできますし、それぞれタップするとねそれぞれの詳細に飛びます。睡眠スコア11分、昼寝しましたとかね、このような表示が出てます。続いてこちら着信履歴にカレンダーに、あとねこれ本体だけで音楽再生できます。はい、ワトソンさんのこんな感じでね、このスマートウォッチと Bluetooth イヤホンもねペアリングができるんですけれども、まあその場合はねあんまりニーズはないかなと思いますね。どちらかというとスマホとペアリングすればいいんですけれども、今このねスピーカー搭載してまして、このスマートウォッチから音楽が流れてます、はい、ですのでね、まあ、あのランニング時にスマホ持ち歩かずにイヤホンとこの本体だけ、もしくはこの本体から音楽流したりすることもできますのでね、手軽にアクティビティできるんじゃないでしょうか。さらにスワイプするとこのように運動系にね直接アクセスすることができます。ランニングスタートしたいとしたらこのようにね、ランニングモードという感じで、あとはこのように次の情報ですけれども、このあたりね何を表示させるかはこの本体で編集ができます。これねお月様の情報いらないよというと消しまして、そしてさらに、まあ、足したいよというとね、このように、じゃあ何足すかというと心拍数見たいよねってなると、ここ追加とをしますと、こちらの先ほどのスワイプのこの次にね、はい、このように心拍数が出ます。このようにショートカットというかね、
ダッシュボードとして自由に編集もできるというのがいい点です。はい、あとこの中のメニューですけれども、設定ですね。このあたりはね、過去の私のファーウェイの動画を見ていただければね、紹介してますけれども、同じように見ていきましょう。Bluetooth です。こちら Bluetooth 2.4GHz の 5.2 搭載してます。この本体とイヤホンのね、ペアリングも可能です。はい、例えばサウンドピーチのイヤホンとね、実際ペアリングしてみました。このように表示されてます。あと、健康とフィットネスということで、こちらね、ルームランナーとかの、ね、接続ができるようですね。あと NFC 搭載してるんですけれども、これね、ウォレットね、ファーウェイウォレットですかね、なんかあるんですが、日本は対応してないということで、唯一ね、まあ、先ほどバンドがね、純正であればいいとお伝えしましたけれども、もう一つありましたね。これがね、お財布携帯に対応したらもう完璧ですね。これだけがね、はい、アプローチとかの決済系、まだねメリットがある点ですね。これ NFC 搭載してるんだったらフェリカとかねスイカとかそのあたりでねピッとできるともう完璧なんじゃないかなと思いますけど、まあそこはね難しいんでしょうね。そして文字盤とホームでは文字盤、はい、先ほどね選ぶことができます。さらに常時表示だったり持ち上げた時にどういう表示させるかとかですね、状態の表示でくるとで進行中のタスク表示するとかデバイスの状態表示するとかこのあたり細かいところまで設定が可能です。そしてホームはリスト型かグリッド型かですね、こちらを押した時に、はい、このグリッドタイプこれね見にくくて嫌だという方もいらっしゃるので切り替えることできます。これがね画面系ですね、はい、あとカスタムカードははい、先ほど設定しました。こちらカードですね。ショートカットでカスタムカードという言い方になってます。で、ディスプレイの明るさは、このように自動モードにしてますけども、手動でも変えれます。スリープ自動、画面の点灯が5分、サウンド、バイブレーション、音量とかね、バイブの強度も変えることができます。そしてピンとか権限マネージャー、通知系、こちら、受信通知した時に画面ね、点灯するかどうかというところ、細かいところだって。あと支払い、これが対応してないですね。M キャッシュというものですね。これがね、ダメでした。あと、機能ボタン、横のボタンをね、何にするかです。今、ワークアウト記録にしてますけれども、ダイレクトで心拍測ったりするというね、機能に変えることもできますし、あとは細かい運動の設定です。そして心拍数データの送信、こちらね、ルームランナーにこの心拍を送ることができます。これ実際にねモブボーイのルームランナーで私ねファーウェイのウォッチをあれはねファーウェイバンドですかね装着して送ってますけども、これがねまたいい機能です。これによってねシンプルなルームランナーでも心拍数を送ることができますし、あとはねサイクルコンピューターとかも多分ね対応のものあると思います。システム更新と、こんな感じの設定になってますね。そしてあとメニューです。これちょっと順に追っていくのは見にくいので先ほどのリストタイプにしましょうという時にこちらこのようにねクラウンダイヤルをぐるぐる回しまして文字盤とホームでホームをリストにします。そうしますとはいこちら押した時にねこのような非常に紹介しやすいメニューになります。ワークアウト系です。もう100以上のワークアウトがありまして、まあ、ほとんどね対応していると思います。あと心拍数今74ということと、あと平均ですね61、このあたりずっと取ってくれてますので、よくねトレーニングされている方ね、この安静時心拍数がだんだんとね日を追うごとに月年単位で見てね下がってきてるとかね、こういったところまでねずっと記録できます。血中酸素、まあ一時期ねコロナ禍ではいろいろとこのあたり話題になりました。あとね皮膚温度ですね、これね実際のよくある体温、脇で測る体温よりはちょっと低く出る感じありますけど、今 35.4 度ということで、まあ相対的にねこのあたり見るんだらいいのかなと思います。はい、ヘルスクローバー、これねタスクがどれだけ完了されているかみたいなね、数値的な目標をもとに進捗状況を見ることできますし、過去の活動記録見れます。睡眠、はい、睡眠のスコアとね、どれぐらい浅い睡眠と深い睡眠とあるかをスマホのアプリだとより詳細に見ることもできます。ストレス、呼吸エクササイズ、通話の履歴、連絡先、気圧計、コンパス、通知天気、カレンダー、ストップウォッチ、タイム、アラーム、懐中電灯、ペタルマップ、こちらナビゲーションしてくれる機能ですね。ゴルフ、ボディメーカー、
ボディメーカーもね最近搭載された機能でして、摂取したカロリーに対してどれだけね消費しているかのこのねカロリー収支計算というんでしょうかしてくれます。ちょっと日付変わっちゃったのであれですけれども、食事をアプリでね登録していきますと、ここにねチェックマークがつきまして、実際に消費したカロリーと摂取したカロリーの差分をこのねダイヤルで表示してくれて、今ねちょうど日付変わりましたのでプラマイゼロと出てます。16カロリーを今この12分でね17カロリーになりましたね、消費したというものになります。はい、基本的な機能をざっと見ました。このような感じです。どうでしょうか。もうねこれ以上どんな機能を入れればいいのかってね本当に思うぐらい機能充実しています。お財布携帯に対応してくれると完璧だなって思うぐらいですね。まあ、あとはマップがこれで見れるともう言うことないかなっていう感じですけれども、最後ねアプリ画面もう少し詳細なデータ見れますので、軽くね見て終わりたいと思います。ではファーウェイのねヘルスアプリです。こちらプレイストアからは落とせず、直接ねウェブサイトから落とさなきゃいけないのがちょっと手間ではありますけれども、こんな感じの画面です。こちら一番上がねこのクローバーになってまして、こちらにタスクの完了度合いですね、今ね日付変わったばっかですので、こちら前の週に戻りますと、例えば水曜日とか、こんな感じで火曜日1日の、ね、ライフスタイルを全部残してくれています。何時に起きてね呼吸エクササイズアクティビティ、この日は47分運動して、歩数目標1万に対して12,555歩歩いたと、睡眠は23時までに寝る目標が2時に寝ましたと、こんな感じのクローバーで示してくれます。で面白いのがね他の方のデータもねこれ上がってますので、まあ、そういったのを分析して77% のユーザーを上回っていますみたいなね、こういったまあ比較みたいなところをね教えてくれるのも面白い点です。続いてこの右上のねちょっと下絵を押しますと、今度はムーブのリングということで、よくあるねエクササイズのリングで表示してくれます。こちらもねこのように習慣見ますと、はい、ちょっとねつけてない日もありましたけども、大体こう装着してますので、こんな感じでねエクササイズとか立ったねスタンドという記録、この辺りまで詳細に記録してくれます。まあ、日によってねやっぱりね動く量違いますし、テレワークとかされる方は圧倒的にね動く量が少なくなると思いますので、そのあたり可視化することができますね。そして、ここにはねサブメニューありまして、面白いのが食事ログです。先ほどお伝えしました、もうすでに21カロリー消費してますけれども、例えばこれ前日ですね、昨日2345カロリー消費しました。で例えば朝食抜きましたね、昨日昼食には、実はカツ丼を食べました。最近茶色いものばかりですけれども、カツ丼1人前846、はい、このように登録をしていきます。そうしますと今のね減りましたよね、まだね大丈夫です、1499。そして夕食にはですね、冷やしラーメンを食べました。冷やしラーメン、はい、1杯459キロカロリー。これねあくまでこういった目安というかね標準的なものが入ってますので、これ自分でもね袋見てカロリー登録することもできます。はい、あとねちょっとねご飯も食べました。ご飯、はい、このようにそうするとご飯ね白米 120g、 このあたりどれぐらいかちょっとわかんないです、120、はい、保存で、あとね卵食べました。生卵、L と S、 これ白身で違うのか、まあ、L サイズにしましょう。栄養素も見ることできますね。これね、その食事の何でしょう、カロリーとか栄養素、こういったのもね全部登録されてますので、そういうのがねとても便利です。ということで、間食はしてないかな。こんな感じで、あとお茶とかあんのかな。お茶はまあいいか。今日はね、昨日は774の、プラス収支となりましたということで。このような感じで炭水化物とタンパク質と脂質、脂肪のね、量がこう出てますので、脂肪多いですね49、まあ、カツ丼が多いのかとかね、そういったところを、しっかりね残しておくことで、こうずっと毎日ねプラスになることを意識し続ければ消費の量が摂取よりも多くなってどんどん痩せていくということで、この目標がだいたい400から600ぐらいにねプラスに抑えるといいというものですね。これがカロリー記録になります。
そして運動記録です。これ先ほどねゴルフ機能試しましたのでこうなってますけれども、屋外ランニング、こちら先日名城公園でねこうウォーキングしてきた時の、はい、GPS の記録ですけれども、このように非常にしっかりとねルート残されていると思います。はい、こんな感じでお堀の周りをこう行ってですね、中をぐるっとブラブラと歩いて写真とか撮ったりした時の様子ですけれども、こんな感じでしっかり残ってます。であとはペースです。そして区間です。チャートです。心拍数も全部取ってくれます。ケイデンス、海抜、詳細、かなり細かいね歩数とか含めね見ることができますので、パフォーマンス、このあたりね有酸素のトレーニングとか VO2 マックスとか休憩は、このアクティビティ後に30時間ね経つと復活しますよみたいなのが見れます。超便利ですね。あとは心拍数、このようにねずっと24時間つけっぱですとこんな感じでね取り続けてくれています。外している時だけねこう途切れますけれども、こんな感じで全撮りです。さらにどういう心拍の範囲とか安静時の心拍数、今63って出てます、こんな感じっていうの見れますね。で睡眠ですね、これがねなかなか意識しないと難しいところではありますけれども、だいたい4時間とかですね、こんな感じでいつ寝ていつ起きて、点数とか、あとはこれいびきですね、これちょっと忘れることが多いんですけれども、結構いびき睡眠を記録しています。開始するとこれね枕元にスマホを置いて撮るんですけれども、いびきがあると全部いびき記録してくれます。こんな感じで点数出ますね。まあよくありませんでしたと、4時間だとかなり不足していますということで、このように前日は4時間39分こんな感じでね睡眠を全部取ってくれますので、まあこういったのをね取っておくことで改善にしたり、なんか病院行った時に見せたりすることもできるんじゃないでしょうか。ストレス、まあ、これの計算方法はよくわかりません。はい、つけていても何でしょうね、取れていないバーがあったりしますので、こんな感じでね、まあ、あくまでねこれ目安かなと。なんかね動くとやっぱりストレス高くなるようなね傾向があるなと思いました。血中酸素です。はい、こちらもこんな感じで、まあこれはあんま意識してませんけどね、活動リング、こんな感じのヘルスケア機能、まあこれだけでもねほんと十分すごいです。さらに先ほどのゴルフとかの機能ありますし、まあフィットネスとかもね、それぞれね単にねこうなんでしょうね、独立してセンサーで撮れるよみたいなだけじゃなくて、このフィットネスだったらこうヨガのコースとか太極拳とか、なんかこういったねプラス情報がねすごいアプリの中にあるのがこのファーウェイのいい点だと思います。発見、他のね製品の情報とか最新情報を知ることができます。でデバイスということで、こちら今回のウォッチ GT4 の情報ですね、このように様々な機器との接続設定情報、機器ごとに設定することができます。今ファーウェイバンド9は未接続ですのでないんですけれども、あと音楽ですね、これ先ほど聞いた音楽、このようにねアップロードして、アップロードというかその本体、スマホに入っている音楽をアップロード、ウォッチにしてスマートウォッチ単体で聞くことができます。あとは通知系ですね、どういうアプリに通知させるかというところで、今こんなチェックが入ったアプリだけを通知するようにしてます。はい、ウォレットがね残念ながらですねここでは対応してませんということで、どうもねデバイス的には機能はありそうですね。で最後文字盤です。これがねやっぱり気になるところですけれども、はい、このようにかなりの文字盤がね用意されています。このファーウェイのね文字盤ですけれども、結構有料のものがね多い印象ありますね。これ540円払うとこれが使えますよみたいなものがあります。まあ、どうしてもね気に入ったのがあればね買うのもありかなと思います。安いのだと60円とかありますし、人気のものとかね、はい、このようなシンプルなものから、お、いいですね、こういったねアナログ、そしてデジタル情報満載、カレンダーまで搭載されているもの、これ60円です。ということで、まあ大体人気のね価格あるのもの多いですけれども、もちろんですね無料のものも充実していますので、全然お金払わずも使えます。はい、こんな感じで十分だと思いますよ。こういったねいいですよね、おしゃれです。このベゼル、ステンレスに合っているデザイン、ちょっとねスピマス的な、あ、かっこいいですね。
あとこうデザインされたものとかね、本当に多くの文字盤ありますので、これはシンプルなものとかね、かなりいいんじゃないでしょうか。であとはね、同期するだけです。例えばね、これインストールってやりますと、インストールが走りまして、実際のこのようにスマートウォッチに同期されると。これも早いです。はい、なのでこのね、文字盤がめちゃくちゃあるというのがこのファーウェイのアプリの特徴ですね。あとは自分に関する設定となってまして、記録系とかプロフィールとかの画面です。ということで、いかがでしたでしょうか。今回ね、このファーウェイウォッチ GT4 の、まあ、全機能をですね、紹介いたしましたけれども、非常に魅力的な時計に仕上がってるんじゃないかなと思います。このように質感高いデザイン、そして品質機能性も満載です。健康モニタリング系、食事を含めたカロリー収支の計算、アクティビティ、そしてゴルフナビまで搭載ということで、もうね、万能ウォッチ、欠かせないウェアラブルデバイスになっているんじゃないかなと思います。さらにこれが価格としてはね、3万円ということで、なんかもう敵なしになってきたんじゃないかなと思うぐらい進化してきてますけれども、いかがでしたでしょうか。ということで、特にゴルフナビとかね、ハマる方はね、多いんじゃないかなと思いますのでね、気になった方はぜひ参考にしてみてください。また機能面とかでわからないことありましたらね、コメント欄でお答えしたいと思いますので、ぜひね、聞いてみてください。このような、ね、時計、ガジェット、カメラ類、いろいろとね、紹介しているチャンネルになりますので、もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらね、登録していただけますと幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。